ちょっと、こんばんは、六助です。どうも、はい、頭さっぱり、カメラマンつってもね、僕もスチールカメラばっかりやってたらビデオカメラの感覚忘れちゃってね、今日は練習に行ってきました。これビデオ問題がついてます。もうしょうがないよね。まさかないなんて言えないからね。ドローンだけじゃ食っていけないんでね。鉄で使ってる三脚だけど運台が変わってますね。ビデオ運台ね。一応油圧式でベアリングが入ってるからどうにか取れるだろう。ドローンも難しいけど、基本はな、動画の基本はね、六助の六は録画の六ですからね。ダメですよ、数字の六って書いちゃうね。録画の六だから六助ですね。明日はね、こういうものも出てきますね。これマイク。で、アルファ7-3は、よいしょ。怖い。もう今こういう時代になってるんだよね。鉄で撮ってるのと物は同じですが、これマウントが違うんですよ。ね、わかります。このスチールのマウントに、コールドシューに、マイクが差し込んで、コールドシューにマイク差し込んで、怖い。デジタルではないんです。すいません。デジタルではありません。いつものなんか低画素ね。これ位置エネルギー気をつけろって昔習ったよな。ね、どこで動画を修行したかは知りません。ただ僕の昔のね、流行ってる動画なんかは、だから昔のソニーのハンディカムなんかが出始めた頃なんかに撮ったやつが多いですよね。あー緊張する。これズーム電動じゃないからな。ピントも怖いぜ、これ気をつけないとね。ベータカム SP とかそういう時代の人間だからな、俺な。僕の YouTube 動画のひどさを見ると、とてもね、商用広告撮ってるとは思えないですよね。どっちかっていうと写真に寄りすぎましたからね、最近ね。ドローンの方が得意になっちゃったからね。本業はやっぱりそのビデオカメラのところで、誰ですか、僕の名刺を置いてきてここで修行してきたって言ったの。僕の名刺を落としてきてここで修行したとかって。俺教わる方なんだけどね。アルファ7-3にビデオ運台がついてます。ビデオ運台っていうか、ビデオのクイック集がついてます。普段はアルカスイスとか、いや違う、僕はスリックの安いやつですよ、ね、ビデオ運台がついてます。はい、やっぱ2台、もう1台欲しいかな。夏には R4 どうですか、ソニーさん。やっぱこう次モデルとかにしてね、こう、鉄で使うものはやっぱりね、こう超最新鋭のものとかが良くてね、こうですよね。ドローンにこれ吊り下げるんですよね。ドローンに吊り下げてジンバルでこうウィーンってね、こうウィーンってね。これ電装はどうするんですか、OM。電装は
電装は二陸とかないとダメじゃない？ウィーンって、ね、こいつをリモートすることはできるんですよ。こいつをリモートすることはできるんです。はい。この枠ね、このネジがいっぱいついてる枠で、ジンバルに固定するんです。はい。というドローンは持ってません。はい。これは地上撮りです。地上撮り用で、地上撮り用で、出動いたしております。ここのところね。はい。緊張する。旅番組、先々月やったんだよな。旅番組のなんか記者みたいなのとかね。そういう依頼は非常にね、面白くてね。いいんだけどね。入ったなぁ。いろんなね、いろんなものもありまして。漏れなく。赤ガニさんだな。赤ガニさん。はい、赤ガニさん出動。ね。明日は一通り危機チェックをしてと。ね。はい。何を業務にしているのかわからないってね。だから、誰だよ、OM のところに。あれ、なんかネタ動画をね、久々に出したと思ったらね、OM のところに問い合わせが行ったみたいで、OM すいませんでした。大したことになってるんですけれども、ちょっとコロナの折なんで、リモートで長野市内で、いろいろね、広告なんか撮ったりもしてます。はい。リモートカメラマン。リモートカメラマンやってます。はい。無線化か。割と忙しいんですよ。今日も朝からね、実質実業は動いてないんですけれども、いやいや、試し撮りに行こうと思ったら雪降ってきたんですよ、今日みぞれが。ダメだな、明日だな。結構、機器のね、放送関係の方ね、機器のセットアップは大事ですよね。ちゃんと動くかどうかね。見てから行かないとね、バッテリー満充電にしてメモリーを開けてね。昔はカセットテープを使ってました。ED ベータ、ユーマチックとか言うとね、殺されちゃう。はい。はい、ということで、放送部出身の JJ0、JHR、PRT、ポータブル0、六助でした。元気ですよ。またお会いしましょう。さよなら。